カーティス発生は、アメリカ合衆国のプロレスラー。マサチューセッツ州ボストン出身。ファン団子のリングネームで WWE に所属。キラーコアルスキー主催のキャンプにてトレーニングを開始し、1999年にプロレスデビュー。インディー団体で活動し、多数のタイトルを獲得。2006年に WWE と契約し、参加団体の DSW にてデビュー。 そして DSW が WWE との関係を解消した後は FCW へと移籍。ジョニー・カーティス時代、DSW では主にトレーニングが中心でジョバーとなっていたが FCW ではトップへと成長。FCW フロリダタッグチーム王座を2度獲得しているものの WWE と契約してから4年間、ダークマッチとハウスショーを除いて WWE に一度も 昇格できなかったが、2010年12月、NXT のシーズン4に、ルーキーとして参加することとなった。プロは、NXT のシーズン1でプロを務めた経験がある、アールトゥルース。派手な技やパフォーマンスはなかったが、確かなレスリング技術を見せて、優勝を飾った。優勝後は、レッスルマニア X バイの、バトルロイヤルなど、ダークマッチを中心に出場しており、 表舞台になかなか立てなかった。6月3日のスマークダウンで NXT 優勝の得点であるプロとの WWE タッ王座挑戦が実現しないことを嘆くも直後にドンと暗いオーバースピルトミルクとい,い自らに牛乳をかけるというスキットに出演。異語数度にわたって英語のことわざを紹介するスキットに出演した。8月12日。 スマックダウンでマーク・ヘンリー戦でデビューするも1分、持たずに敗戦した。さらに9月15日放送のスーパースターズでは、トレント・バレッタとのタッグで、ウーソズと対戦、一人で勝手にヒール的な行動を取った挙句場外で、スーパーキックを決められノックアウトされるなどコミカルな面を見せるが、試合はバレッタがピンフォールされて敗戦した。2011年11月、 NXT のシーズン後にデリック・ベートマンのパートナーとして登場。しかし、ベートマンの彼女でもある、マキシンに手を出す一面を見せている。12月よりベートマンとは、マキシンのことで不仲になる。12月27日の NXT にて、ついに、ベートマンと対戦し敗北するも、試合後に、マキシンにビンタされた後キスをされ一緒に去っていった。12月25日、 NXT にて、ラスベガスで結婚式を挙げたが、ベートマンに、その行動を公開され、マキシンに振られることに。その後は、ストーカーのようなギミックで、ベートマンやマキシン、ケイトリンに対し工作を続け、結局マキシンとベートマンを別れさせることに成功。マキシンと共に、NXT 脱出を図った策を牢するようになる。 シーズン5のストーリー打ち切りによってギミックは廃されたが、ベートマンとのライバル関係は、シーズン6や新生 NXT になっても変わらず、その後はマイケル・マクギリカティとタッグを組んで活動することが増え、NXT シーズン4の優勝特典である、WWE タッグ王座戦2万を持たして、出場したが、王者であるチームヘルノーに敗れた。出番も徐々になくなる中、11月より、 フラメンコダンサーギミックであるファンダンゴのリングネームでプロモーションを行いハウスショーに出場。2013年2013年2月より番組内において再びプロモーションが行われるようになり3月4日のローオールドスクールにてついにコフィキングストンとのシングルマッチが組まれるが入場する際にリングアナウンサーであるジャスティン・ロバーツの発音に不満を持ち試合を拒険。以降 RAW とスマックダウンにて試合が組まれるものの、リングアナウンサーの発音に対してできるまで試合はしないとアピール。3月18日の RAW にはバックステージにてクリス・ジェリコと対面し、ファンダンゴの発音を強要するがジェリコは全く付き合おうとせずに茶化す一方で終わった。この一件によりファンダンゴはジェリコを狙うようになり、ジェリコの試合に介入し、 邪魔をするようになる。そして構想へと発展し、レッスルマニア、そしてファンダンゴとしてのデビュー戦という異例のプッシュを受けた。レッスルマニア29では劣勢となりながらもジェリコに勝利し、ファンダンゴとして初勝利を手にした。デビュー後、しばらくはフラメンゴダンサーのアンドレアリンをパートナーとして入場時に踊り合っていたが、後にパートナーをサマーレイへと変更し、 シングルマッチをする、時よりミックスドタックマッチを行っていた。i c o 王座の戦線に加わり、王座ダッシュを期待されていたものの試合中に、脳震盪を引き起こしたことをきっかけに、長期欠場するとともに、ベルトに手が届かなくなるようになった。2014年3月より、サンティーマレラエマと、長期構想を展開。しかし、構想途中の4月にサマーレイが、 映画のザマリーン4への出演が決定したために、措置としてギミック上ミスを犯したことに試合に敗れ、構想は不完全燃焼での決着となった。サマーレイ離脱後、パートナーをレイラへと変更。5月に入ると、サマーレイがレイラからファンダンゴを取り返そうと躍起になり、レイラと構想を展開。しかし、ファンダンゴ自体は、勝利より大事なものを手に入れたとして、 レイラに愛を告白。この告白にサマーレイが怒りの行走で乱入する一幕があった。6月20日、スマックダウンにてボーダラスとの試合前にサマーレイから求愛されたことにより同様そしてボーダラスとの対戦中にサマーレイが乱入してきたせいで気をそらされたことにより敗戦した。この一幕の後パートナーをレイラがサマーレイのどちらを選ぶか悩み続けた。 6月29日の PPV、マネー・イン・ザ・バンク2014にて、レーラ VS サマー・レイによる、イコン戦で、スペシャルレフェリーとして登場し、レーラの勝利で決着したかに思われたが、翌30日 RAW にて、ファンダンゴ VS、ドルフ・ジグラーとの対戦で、サマー・レイが介入して敗戦。そして7月11日のスマークダウンにて、サマー・レイ VS、レーラの試合にて再び、 スペシャルレフェリーとして登場、両者から最後にどちらを選ぶか迫られた際に結局のところを選ぶことができずに踊り出したことから両者に見捨てられてしまった。この一件にレイラとサマーレイは結託するようになり、ファンダンゴが行う試合において乱入するようになった。サマーレイレイラから見捨てられるとストーリーラインから外れるようになり、8月より、 WWE ライブでの出場が中心となって、いたが11月23日、PPV であるサバイバーシリーズ2014キコフに、ダンスパートナーをローザ・メンデスに迎え、そして入場曲も変更して出場。ジャスティン・ガブリエルと対戦して勝利した。2015年4月13日、RAW にテスター・ダストと対戦して、 敗戦するが、試合後のマイクパフォーマンスにてヒールであることに疑問を、感じ以前使用していた、チャーショララを流して、ダンスを披露。同月16日のスマックダウンでは、入場曲を、チャーショララに戻して試合中に乱入してきたローザを放置して、アダム・ローズと試合を続け勝利した。2016年、タイラー・ブリーズとタッグチーム、ブリーザン号を結成。 ファッションポリスと称して毎週スマックダウンライブのバックステージで起こった事件を操作するパロディ劇を行う。フィニッシャー。トップロープからのダイビングギロチンドロップ。ジョニー・カーティス時代はマイネジャム。ファンダンゴとしての初期はビューティー・イン・モーションの技なで使用。ブレイ・ワイアットのシスター・アウィゲールと同型の技。2013年に少しだけ使われたフィニッシャー。 変形リバースパイルドライバー。ジョニー・カーティス時代のフィニッシャー。フライング・ニール・キック・シット・アウト。パワーボム・ WWEW。タイラー・ブリーズ・ FC ・ WW。タイラー・レックス・ W。デリック・ベートマン・ソノタ・ W。ダミアン・ヒューストン・ W。ケン・フェニックス。ありがとうございます。